特集は変化する学校の在り方についてです。多くの人の思い出が詰まった歴史ある学び屋と、これからの子どもたちを育てる新しい学校の形を取材しました。今年創立149年を迎える青森市の筒井小学校。普段は子どもたちが通う校舎には大人の姿も。冬休み中に新校舎に引っ越しをして旧校舎を取り壊すことから、2日間にわたって地域住民を対象に旧校舎を開放しました。52年間多くの子どもたちを送り出してきた5代目の学び屋、たくさんの思い出が詰まっています。すごい懐かしいですね。ずっといたいですいやー、なんか先生に怒られた思い出がすごいあるんですけど、ちょっと寂しい気持ちもあります。小学校からの友達だという2人、今では椅子も小さく感じます。久しぶりに来れて嬉しいなって思うけど、もうこれもなくなっちゃうんだなと思って、ちょっと悲しい気持ちもありました。自分たちが小学校6年間過ごしてたこう景色とかが見れて懐かしいなって思ったと同時に、こう新しい学校でもこういうなんか思い出がいっぱい生まれてってほしいなって思いました。こちらの親子は母親が卒業生で、娘は在校生です。私合唱部だったので、この音楽室でよく頑張ってたなっていうのを、思い出して、友達とここで喧嘩したなとか、そういう思い出も思い出したりして。これまで当たり前のように通っていた校舎も、今日は一味違って見えます。お母さんと巡るの初めてなので、なんかお母さんの昔のこととか知れて面白いです。なんか前まではちょっとボロかったり、あれ結構古い校舎って思ってたけど、今日来たらあれ結構思い出が詰まってる校舎だと思いました。あの頃はただの階段だったのが思い出の場所の一つに。教室の黒板には在校生から。そして1階の壁には歴代の卒業生からのメッセージやイラストが。親子、兄弟、みんなが通った筒井小学校、訪れたおよそ380人の卒業生たちの感謝の言葉が並びます。青森市教育委員会によりますと、1960年代から1970年代にかけて子どもの増加とともに小中学校の校舎も多く建てられました。その時の校舎が築50年を超え、老朽化が課題となってきました。市内でもここ10年で5校が、来年度はさらに1校が建て替えられます。全校の皆さん、新しい校舎での生活はどうでしょうか。先月、筒井小学校旧校舎の隣、もともとは校庭だったところに新校舎が完成し、落成式が行われました。52年ぶりの新校舎です。新校舎は鉄筋コンクリート造りの3階建てで、体育館も一体になっています。新校舎を作る上で重視されたのは、児童が自分らしくのびのび過ごせる校舎。教室と廊下を区切る壁が自由に動かせます。こちらは4年生以上のフロア。
廊下と教室が一体となったような雰囲気です。壁が撤去されて廊下が広くなったので、縄跳びとか鬼ごっことかなんかやるから楽しいです。休み時間にみんなで廊下で縄跳びも。授業で増えているというグループワークでも机を動かすことなく教室を自由に使えます。また休み時間には1階から3階まで続くガラス張りの階段から外の景色を眺めたり、図書室も体育館の2階とつながっているため好きな場所で本を読んだりと自分の居場所を選べます。さらにはトイレのマークは男女それぞれあるのに入り口は一つ。中で男女別に分かれていて性の多様性を尊重した作りとなっています。ドアの色は児童のアンケートで決まったそうです。次の学年も使うと思うのでちゃんと綺麗にしていきたいです。少子化が進み子どもの個性を尊重する傾向にある現代の教育、歴史を紡いでいく中で時代に合わせた学校の在り方も変わってくるのかもしれません。旧校舎から新校舎へということで、学校に通っていく中で小中高とあるわけですけれども、小学校6年間で一番長いわけですよね。ですからそこでの思い出だったり生活していくところでの経験というものもたくさんやっぱその分あるんだなって、小学校の校舎って特別なんだなというのを感じましたね。いやー、ただ新しい校舎、私が知っていた小学校とは全く違った作りになっているなということで驚きました。さあ、綺麗にピカピカの新しい校舎、皆さん気持ちを心機一転ということですかね。たくさんのいい思い出を作っていってほしいなと思います。以上、特集でした。